皆さんこんにちは。小学6年生の方ですね、始めていきたいと思います。よろしくお願いします。今回算数と国語なんですけれども、算数はね、いろいろなグラフ116ページ、の内容をちょっとやっていきます。まあ、グラフがないとなかなかこちらの方は難しいのでちょっと書いたんですけれども、すいません、ちょっと例題2番使ってるんですが、若干この縦軸の人数のところをですね、隣とあのパーセンテージの方と合わせちゃったんで、ちょっとあのテキストと若干あの折れ線グラフがずれてるんですが、まあもう一度ですね、116ページの例題2番見てですね、確認してみてください。で、こちらの方なんですけれども、漁業で働く男性の人数の変化という形になっております。こちらのですね、ヒストグラムの方がですね、まあ、いわゆるですね、人口を表してますんで、何万人という形ですね。で、折れ線グラフの方は60歳以上の割合を示していますね。その人口に対して60歳以上の人がどれくらいいるかなってことですね。そして今日はまず各地は2007年の人数と60歳以上の割合という形になっています。これをまず出したいんで、2007年のところを見てもらいます。で、ヒストグラムを見てもらって、こう線引きでですね、上の部分をこうですね、当ててもらいましてですね、こんな形で左側が人口なんで、左側にピーって引いてもらいます。そうするとこの部分が、どれくらいかなっていうのを探してもらうわけですよ。で、まあ、なかなかちょっとですね、中途半端なところに来てますので、ぴったりこれっていう答えがなかなか難しいかと思いますが、まあ、大体場所的に、まあ、約26万人ぐらいかなっていう形で出せるといいですね。まあ、27万人でもいいでしょう、ね。まあ、ギリ28ぐらいかなってことですね。20と30の半分よりは間違いなく上に行ってるんで、25よりは上を必ず出してください、ね。そういう形で探してもらいます。で、パーセントの方ですね、60歳以上の割合の方、ここのですね、点がついてるところ、2007年の上のね、点がついてるところを今度右側に持っていきますね。はい、そうすると、こちらも、まあ、やはりですね、約を忘れないようによろしくお願いします。約 38% なんていう形で出るといいかな。まあ、40のやや下あたりになりますんでね、約37、38、まあ、そこぐらいでしょうね。そんな形で出してもらうといいです。そして、このですね、グラフからしっかり読み取ってほしいのが、括弧2番、2001年から2016年にかけての人数の変化と60歳以上の割合の変化はどうなっていますかということで、これは2つのことについて聞いてますね。人数の変化、それから60歳以上の割合の変化という2つのことについて聞いていますので、これね、記述をで書かなきゃいけないんですね。なんでしっかりとこの人数の変化と60歳以上の割合の変化ね、どういう形になるよ、なってますよっていうのを書いてください。はい、それなんで、まず全体の人数の人数は、ごめんなさい、人数は、はい、見て分かる通りヒストグラムですね、ずっとこう右下下がりですよね。ですので年々減少という言葉でぜひ入れてみてください。していますが、はい、ですよ、していますがですね、はい、60歳以上の割合はもう右肩上がりずっと増えてるわけですね。ですので、60歳以上の割合は、増加しています。形で書けるといいですね。こんな形で出してみてください。こういう形でですね、まあ、人口は減少してるんですけれども、まあ、その分ですね、60歳以上の割合はですね、右肩上がりで増えてまして、まあ、なり手が少なくなってやっぱり高齢化になってるわけですよね。それなんでぜひともですね、こんなところもですね、見比べてもらうといいかなと思います。まあ、やはりですね、この漁業だけじゃなくてですね、結構あの伝統工芸品とかもそうなんですけれども、あの後継者が、いなくてですね、どん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 あの高齢化になっているっていうところが、非常にあの社会問題としても取り上げられてますので、一つですね、ここら辺もですね、確認してもらえるといいかなと思います。はい、というわけで次は国語に移りたいと思いますが、こんな形でね、グラフからしっかり読み取れるといいですね。では一度変わります。チェンジ。
はい、では国語をやっていきたいと思います。今回は伊能忠敬の話でしたね。96、97ページの内容になります。江戸時代のお話なんですけれどもね、まあ、端的に言って伊能忠敬さんって何した人かっていうとですね、全国津々浦々はね、自分の足で歩いていきましてですね、日本のですね、地形を測量しましてですね、日本地図をですね、作った方なんですね。で、これ江戸時代に作られたものなんですけれども、人工衛星で撮った日本のですね、写真とですね、ほとんどですね、一致するんですよね。それぐらいも正確にですね、非常にですね、丁寧に作られた方で、まあすごいですよね。そういった測量技術を使ってですね、まあ当時の測量技術を使って全部自分の足で歩いてですね、作っていったわけですね。まあそういう形でですね、まあいろんな人が協力はしてるんですけれども、中心人物となってですね、一生懸命、日本地図を作った方です。で、この人はですね、そもそも最初からそうしようとしてたわけじゃなくって、定年退職ですよ、今でいうところね。まあ50歳なんですけど、定年退職した後にですね、天文歴学をですね、まあ、今までその独自で学んではいたんですけれども、しっかりとですね、学ぶようになりまして、それから測量技術を身につけて、で、それで、全国に旅出てっていう形なんで、まあ、定年退職した後に、本格的にやり始めたっていうね、そういうところがですね、またすごいところですね。ですので、過去一番の問題からなんですが、忠敬は幕府の列局に勤めている高橋義時を訪ね、入門を申し込んだ。ね、弟子にしてくださいっていう形でお願いしに行ったんです。こちらの方なんですけど、24行目に書いてあるんですが、その師匠となってくださいというふうにお願いされた高橋義時さんですね。この方30歳だったんですね。で、忠敬は何歳だったかっていうと、さっきちょろっと言ったけど、20歳以上の年下にですね、教えをこいてますんで、50歳だったんですね。ですので、まあ、江戸時代ですから、今とはちょっと医療関係も結構違いますので、50歳って言ったら結構長生きの方なんですよ。ね。でも大体平均寿命が50から60って言われてますんで、まあ、それなんで、2番の方なんですけれども、義時どのように応じましたかってことなんですが、最初は、困ったなっていう風な様子だったんですね。なので、学問よりも、まあ、ちょっとさ、好きな、ね、人生で老後を過ごした方がいいんじゃないですかっていう風に言ったわけですね。それなんで、まあ、5行目あたりにちょっと書かれてるんですが、義時さんのセリフですね。まあ、そうですよね。やっぱり今で言うとも定年退職し終わったりね、働き終わった後にですね、まあ、新たにですね、学問を教えてくださいっていう風にね、来るわけですから、いやー、今からですかみたいな形で教える側からしてはそう思うのも、まあ、無理はないところですね。なんで、まあ、わざわざ学問やるよりは、好きな人生、余生を過ごした方がいいんじゃないですかっていう風に勧めたんだけど、まあ、伊能忠敬さんはすごく熱意がある人で、独自にね、天文歴学学んでてね、義時さんからの質問に対しても正確に答えていく。で、結果入門を許されたんですが、その時の、義時が入門を許したのは忠敬から何を感じたからですかってことですね。で、これ当てはまらないものを選んでくださいってことなんで、絵が入ります。西洋の本を読む語学力があるってことで、これは一切そんなこと言ってませんでしたね。語学力があることってことですね。これは本文に載ってませんでした。はい、そして、学ぶうちに太陽や月、星、地球の動きを自分の目で確かめてみたくなったという形でね、こういう形で測量に興味を持つようになってくるんですが、はい、その時に協力してくれた人が誰かっていうと、天文学者である、同じ天文学者であります、狭間重富さんが協力してくれたんですね。で、天体の観測方法を教えてもらって、さらには観測器具ですね。も、揃えるようになったんですね。で、こちらの方に関してはですね、31行目、あたりからですね、書かれておりますので、その内容からですね、書き抜いて答えてみてください。そして、メガネや盾、脇差しなどをよく忘れていくとありますが、ここからどんなことが分かりますかということで、もう忠敬さんは熱中するわけですよ、このね、観測にね。で、もう何もかも忘れてる観測に熱中しちゃってるんで、まあ結構忘れ物しちゃうわけですね。まあそれなんでみんなからね、あ、また忘れ物してるよっていう形でですね、まあちょっと笑われる場面もあります。で、義時は親しみとからかいの気持ちを込めて水郷先生と呼んだとありますが、義時はこのように呼んだのは忠敬のどんな様子を見たからですかってことです。
ですね。で、水穂先生って言ってる水穂ってのはどういう意味かっていうと、天文学のですね、様々な計算のことを水穂っていう専門用語で言うんですね。ですので、その観測に熱中して天文学の計算に打ち込んでるので、まあその水穂という言葉を使って水穂先生なんてあだ名をつけてるわけです。そんな形で、書けるといいですね。はい、というわけで今回はここまでになります。続きまたね、次回やっていきますのでね、よろしくお願いします。では、また来週お待ちしております。じゃあね。